ボックスはヤマハ発動機が販売していたスクータータイプの原動機付き自転車である。製造は台湾ヤマハ。ボックスは2006年5月に発売された遊び箱をキャッチフレーズにジャック年層をターゲットとして販売された。車体座席下部に設けられたテニスラケットも収納できる横開きの34リットル大容量スペースに加えファットタイヤ丸型ヘッドライト そしてシンプルなデザインが評価され2006年にグッドデザイン賞を受賞した。エンジンは4ストロークのギアと共通である。ヤマハとしては 50cc クラス発のフューエルインジェクションを採用し、クラストップクラスの5.2馬力を発揮した。2007年3月にはカラーリングエンブレムデザインの変更、前輪ホークにオイルダンパーの採用、 上級グレードのデラックスを追加などのマイナーチェンジが行われた。このデラックスと通常グレードの違いは、メッキパーツの追加、メッキ立体エンブレムの採用、デラックス限定カラーの設定など外観に関わるもので、走行性能は通常グレードと共通である。11月には、楽器用アンプメーカーボックスとのコラボ車両、ボックスボックスが、楽器フェア2007にて、 ボックスの輸入代理店であるコルグのブースで展示された。2009年3月には、デラックスのカラーリング変更、出力特性の変更を行ったモデルが発売された。エンジンは、同クラスタ車種の出力に合わせる形で1馬力のデチューンとなり、追って通常グレードも同様のモデルチェンジが行われた。北米仕様は C キューブとヨーロッパ仕様は、ギグルという名称で販売されている。 2013年2月1日発の限定モデル、BOXXF50L を仙台限定で販売。2017年9月1日、平成28年度自動車、排出ガス規制強化により生産終了を発表。ありがとうございます。